白熱市長選挙に立候補する、その意思を固めて早3ヶ月、ついにこの日が来ました。私自身政治には全く興味がなかった。おそらく皆さんもこの昨年の政治にそこまで関心はなかった、そういう思いだったと思います。ですが今この昨年は本当に大変な状況で、市民の皆さんお一人お一人が昨年のことを憂い、昨年のことを気にかけ、こうして今日もこの寒い中お集まりいただきますよう素晴らしい思いを持ちながら立ち上がったと、そのように私は感じております。今の昨年に必要なのは対立だけではありません。対話です。破壊ある改革ではありません。創造ある改革です。大事なことはしっかり話し合いをして、いろんなことを市民の目線で決めていく、そのことだと思ってます。そのため私が提案している3つの大きな柱があります。1つは行政改革はしっかり行う、2つは年寄りから小さいお子さん、障害者まで弱者と呼ばれる方々の福祉を充実させる、3つ目は何といってもこの枠での本当に根本にある産業の振興、このことなくして阿久根という町が元気になることはありません。いくら公務員の給料を削っても官民格差の是正にはつながらないんです。民間の所得を上げる、特に阿久根は一次産業が基幹産業です。農業、漁業、ここをどうてこ入れしていくか、構造改善を含めいろんなものを売れる形作り、そういったものが必要です。そういう中で市民の皆さんの所得につなげていく、それでしかこの阿久根は裕福にはなっていかない、市民の皆さんが本当に笑い合っていける阿久根には戻っていかない、我々はそういったことをこの1年間勉強させていただきました。阿久根の将来を考える会、最初は名ばかりじゃないか、そういう思いをいろんな方々から受けました。ですが今我々は本当に阿久根の将来を考える会という名前に大きな誇りを持っております。その中から私が代表として阿久根をしっかり引っ張っていく、その思いを強く持ち今この場に立っております。大事なことは対立ではないんです、対話なんです。戦っていくことではないんです、しっかり話し合いをすることなんです。ですが1月16日この日にしっかりとした形にならないと、今までやってきたことは全て無になります。今日ここにお集まりの皆さん、見受けたところ小さい子どもたちからお年寄りの方々までたくさんいらっしゃいます。今ここにいらっしゃる方々はこの阿久根に生まれ、この阿久根に育ち、この阿久根で働き、この阿久根で骨を詰めてもいい、そういう思いのもと生活なさっていると思います。我々だってそうです。自分の子供たちにもそう願っています。遠くに出て阿久根ということに触れたときに、阿久根が恥ずかしい、阿久根ということを言いたくない、そんな子供にはなってほしくないんです。皆さんが作ってきてくれた素晴らしい阿久根を子供たちにもやはり素晴らしいと思ってほしいんです。その思いだけです。この枠目をしっかり変えていくためにも、1月16日、我々が勝利を勝ち取ろうじゃありませんか。それなくして、新しい枠目は生まれません。どうかそのためにも、残り1週間、決心会議決まっていきますので、どうかよろしくお願いいたします。